にちは。第18回アシタカトさんです。今日のところは、という2小節をやりたいと思います。ではまず右手ですが、前回17回でちょっと画面から外れてしまうほど遠くにここにいましたので、ここからこうやって飛びます。この C のフラットの音で終わっていて、だから2つ分ぐらいですね。 C のフラット2つ分飛んで、そこのその C のフラットを親指、そしてレのフラットを中指、次ドのフラットですから C のことですね、これを人差し指、そしてミのフラット、これを薬指、そして2回。この指使いでできるといいかと思いますが、もしやりにくい場合はこの1、3、また1、3、全部1、3でもいいと思います。または他に、これを逆にするとか、2、4、1、3。でもいいですね。はい、次っていうところですね。ミのフラット、ソのフラット、レのフラット、親指、人差し指、小指。次、ミのフラット、ソのフラット、ドのフラットですから、シのことですね。これも同じく親指、人差し指、小指。次、ミのフラット、ソのフラット、シのフラット。これは、親指、人差し指、薬指。これでどうかなと思います。次、シのフラット、レのフラット、ラのフラット、これも親指、人差し指、小指。次、ソのフラット、シのフラット、レのフラット、ファ、これは親指、人差し指、中指、小指。そして次、ソのフラット、シのフラット、レのフラット、ソのフラット、さっきのとほとんど同じで、この小指がソのフラットに変わります。指使いもさっきと同じでいいと思います。そして次、ドミのフラット、ソのフラット、シのフラット、これも同じ指使いで親指、人差し指、中指、小指。ではもう一度右手だけ、2つずつとか3つずつ音があるんですが、できれば小指を他の、まあ、小指というか一番上の音を他の音より強く、まあでもちょっと難しいですね。こう C のフラットとレのフラットがあった場合、レのフラットの方が C のフラットよりも強く、難しいですね。で次、メロディーがトゥンタ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 ンがメロディーですので、できれば小指を他の音よりも強く、難しいですね。では左手です。前回ここでこのシのフラット、シのフラットで終わっていました。あまり飛びません。次はここですね、すぐ近くですね。ドのフラットですから、シのことですね。これを薬指、そしてミのフラットを人差し指、ソのフラットを親指。で、どうでしょうか。または小指を使ってもいいです。次。今度はちょっと飛んで、ソのフラットとソのフラットを2回。ここは、上のソのフラットは親指ですが、下のソのフラットは小指または薬指。次に飛ぶからできたら薬指がいいかと思います。これを2回ですね。そして次、ドのフラットとドのフラット、これは親指と小指。次、レのフラット、
ドのフラットですから、シのことですね。シのフラット。ここは、うーんってやるだけなので、1、2、3でもいいし、2、3、4でもいい。そうですね、1、2、3。まあ、いいかなと思います。そしたら次、ここに飛びます。ね。ラのフラットとソのフラット。小指と親指。次、トレモロで、ラのフラットとラのフラットを何回も早く。交互に何回も早くですね。これも親指と小指でいいと思います。では両手ですが、ドのフラット、ミのフラット、ソのフラット、左手ですね。そして右手がシのフラットとレのフラット。これを同時に、この5つの音を同時。次、右手だけがドのフラットとミのフラット。2回。その後左手がソのフラット、ソのフラット2回。次、左手だけがどのフラットですか、シのことですね。シのフラット、シの、あ、どのフラット、どのフラット。次、左手のレのフラット、右手のミのフラット、ソのフラット、レのフラット、同時に。次の音も同時で、左手がどのフラットですから、シのことですね。右手がミのフラット、ソのフラット、そしてどのフラットですか、シのことですね。この4つの音同時。次の音も同時で、左手がシのフラット、右手がミのフラット、ソのフラット、シのフラット。次の音も同時です。5つの音。左手がラのフラット、ソのフラット、右手がシのフラット、レのフラット、ラのフラット。次、同時というか左手が、これ始まって、右手のソのフラット、シのフラット、レのフラット、ファと同時にこれが始まって、あとはずっと左手はラララララってやってます。で、右手だけ変わります。ここまでですね。ではもう一度。使いますので、こうクレッシェンド、すごく大きいクレッシェンドですね。ではもう一度ペダルをつけてみると、ここにアラルガンドって書いてありますので、だんだん大きく、そしてだんだんゆっくりですから、でテンポが戻ります。では少し前からやってみます。では B のところですね、第5回のところから、そしてコーダです。そして今日のところです。一番盛り上がるところですね。それではこれで第18回アシタカタさんを終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。